日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は名詞についてはい、えー、始まりました今日もですね日本語コンテペイの時間ですよろしくお願いします 前回ですね体調が悪いという話をしましたけど少しね良くなりましたおかげさまですね体はですね何もしなくてもあの徐々に回復しますねはい何もしなくてもというのがそのまあ無理をしなければねうんだからまあ例えばお腹を壊したんですけど僕の場合はお腹を壊したといってねまた特にお腹にいいものをねたくさん食べなきゃいけないのかと。 ね、何をすればお腹によくなるのか、まあ、そういうことではなく何もしないのがね一番の,あの <laughs> 一番良かったと、うん、だからもう何もせずにねもう軽く食べて、えー、寝ると、ねしえー、安静にする、ね、安静にするというのは静かに、えー、過ごすもうそれだけですねまあそれができる人はね、あのー まあラッキーで例えばねそのおなかが痛いのに大きなねプレゼンテーションが控えていると、まあ、そういう人は休むわ例えば何かステージに上がってねステージに上がって、まあ、ステージとかないのかな、まあ、とにかくあの、まあ、ステージある,ある会社にしましょうステージがあるね大きい会社でプレゼンテーション、ね、のためにこうステージに上がって。 で椅子に座ってね静かにしてそ、ね、したら司会の人が「あれ鉄平さんどうしましたか?」みたいなね「<laughs> いやちょっとお腹が痛いんで安静にしています」まあ、そういうわけにはいかないですから、ね、なんでハキハキとねあ「それではね今日のプレゼンを始めます」みたいな感じでばーって言ってるとねやっぱりお腹にねまたストレスがかかってしまってねまた次の日もお腹が痛い次の日もお腹が痛い。 まあ、そういう悪い循環に陥る可能性があります。でも、まあほとんど人はそうですよね。だから薬を飲んでね。無理にお腹をまあ、そういう薬ありますよね。お腹の痛みを消すね。薬とか下痢を止める薬で、そういう薬もまあ必要であればね。仕方がないと思うんですけど、そういう薬を取ることによって、また回復がね。遅れてしまう。またね、えー、体調が。 回復するのが随分ね。逆に時間がかかってしまうね。そういう本末転倒ね。本末転倒って分かります。本末転倒っていうのはまあ何かをしようと思ってね。例えば今の例で言えばお腹が痛いからたくさんね。胃薬とか下痢を止める薬とかね。そう。たくさん薬を取って。でもその薬をたくさん取ったが故にね。 たことによって逆に回復が遅れてしまう。何かを何か問題があって、それを解決しようと。まあいろいろなね。そういうことをすることによって逆にね。その問題が解決しないとか、問題が解決することが遅れてしまうまあ。そういうのを本末転倒と言います。うん、何かね。あの良かれと思ってやってるのに、それが逆に逆効果になってしまうそういうの本末転倒で。 なんでこう下痢を、ね、止めるこれ大事ですけど薬をたくさん取りすぎると、ね、逆に副作用とかもあるし、うん、またまたなんか下痢の話してますねもういい,い加減ねそねトイレの話から移って、はい、今日は名詞ですね名詞名詞なんですがあの名詞っていろいろありますよね何でも名詞ですまあでも今日言いたいのはものの名詞ですねものものの名前 うん、例えば「トイレ」さっき「トイレ」って言いますね「トイレ」とか「もの」の名前ですね。でこの教科書の日本語と、まあ、実際僕たち日本人が使う日本語にの間にはね微妙にこう距離がありましてあの教科書の日本語ってやっぱり日本語を教えてるのでかなりねあの 日日本本語語を使う <laughs> かなり日本語っていうのが例えばねトイレなのに「便所」って書いてたりするんですよあの本教科書には「ね、便所」って書いてたりするんですねで「教科書」って言ったでしょ教科書これもテキストだな,のだなのか教科書なのかねこれもまた難しい話ですね。 じゃあどっちを使うのが自然かこれは難しい本当にこのさじ加減難しいだから言ってるのは日本語の単語を使うか英語がね元になっているのがほとんどですけど英語が元になってる単語を使うのか、ね、スペイン語の場合もありますよスペイン語の場合例えばねえー、まあパエリアとか。 でパエイラって日本語で何て言うんだろうとかね多分多分スペイン人の日本語学習者だったら思いますね米米スペイン風炊き込みご飯スペイン風炊き込みご飯でいいのかなみたいなね炊き込みご飯っていうのはお米をこういろいろ味をつけてね野菜とかを入れて鶏肉も入れますねで炊き込む炊き込むあの釜でね炊いたりするご飯の日本,日,本日本料理ですね炊き込みご飯ってあります日本,日本料理で。 だからパエリアはスペイン風炊き込みご飯かなみたいな違いますね。パエリアはパエリアですね。ねパエリアはそのままパエリアでいいです。ね、でじゃあトルティーヤでパタタスはトルティーヤでパタタスでいいかみたいなね。トルティーヤでパタタスって言われて僕は分かります。トルティーヤでパタタス。ね、トルティーヤパタタトルティーヤパタタスどっち <laughs> パタタかな複数形にしたらダメ まあ、とにかくでも日本だと普通ね、えー、スペイン風オムレツとか言いますねスペイン風オムレツだから一応日本語の、えー、名前に変わるんですよねだからスペイン風炊き込みご飯でねパ,パエリアもスペイン風炊き込みご飯で良さそうですよそこは違うんですよねあとあのそうですねワインはワインでしょそのままでもあのビアはねビールみたいに。 でもまあでも元とはあれですから、うん、じゃあテキストと本とか教科書とテキストどっちか、えー、これはですね日本人が英語を勉強するきに使うテキストは結構テキストって言いますね。うん、教科書っていうとやっぱり学校で使うもの、ね、学校で 小学生中学生高校生とかが大学生もですけど使うテキストのことを教科書っていうような気がしますね。で個人的にですね例えば、えー、英語を勉強してる人がケンブリッジのグラマーインユーズとかそういうのは普通テキストっていうと思いますね。うん、なんでこれがね難しいですね。じゃあどっちを使うかん はい、じゃあ、ちょっとここに並んでいる。えー、まあ、ある教科書に載っているね。単語をちょっと言ってみたいと思います。皆さんはもほとんどわかると思いますね。簡単ですから、例えば、鉛筆、ね。鉛筆。傘。傘。新聞。新聞。本。本。靴。靴。時計。時計。鞄。鞄。 辞書、辞書、ジーンズ、ジーンズ、自転車、自転車、ノート、ノート、帽子、帽子、はい、これですね。で、まあ、ほとんどいいんですけど、例えば靴ですね、靴。で、靴ですけど、例えばスニーカーの場合は、普通スニーカーって言いますね。靴が欲しい。靴が欲しいっていうと、かなりこう、 まあ一般的すぎてど,どんなタイプの靴なのかわからないのでファッションですね主にこのファッションに関しては結構ねだからスニーカースニーカーナイキのスニーカーが欲しいんだけどさなんかおすすめあるとかね、うん、ニューバランスのスニーカーって履き心地いいよねとか、うんえー、ラコステのスニーカーって可愛くないとかね。 まあそういうい感じでスニーカーカねであとはうーんまあハイヒールとかねそういうのはもうそのまま普通ハイヒールハイヒールハイヒールを探してるのに靴を探してるってあんまり言わないですねやっぱハイヒールなんかハイヒールの靴ハイヒールのあ、まあ、今度今度結婚式があるんだけどさあのその時に合う靴がないかなと思ってうんでまあヒールのね 高い靴でん、ね、かハイヒールあの持ってるとかね、うんえー、あとそうですねまあなんで靴の場合は革,革靴だったら革靴革靴っていうのは少しフォ,フォーマルなねあのサラリーマンが履いてるような靴のことを普通革靴っていいますね革でできてる靴なんで、うん、革でできててもスニーカーだったら革靴とは言わないですねあとはブーツねブーツだったらブーツだしうんまあなんで 靴の場合はね靴っていうといろいろあるんで靴の中でもどれなのかを普通日本人は使い分けます時計ですね時計時計をウォッチとか言わないですよねだから時計は時計でいいですカバンもああかばかバッグかねバッグじゃなくバッグバッグバッグでもバッグって言うなバッグバッグバッグ日本人はバッグって言ってるな多分ね うん、カバンこれもうーんこれも例えばナップサックみたいなやつだとリュックサックリュックサックって言いますねとかスーツケースはスーツケースだし、えー、トートバッグはトートバッグですねトートバッグって言わないのはトートバッグって言ってるなみんな俺だけねトートバッグうんかばんなんでカバンって言ってもねいろいろあるんでそれも使い分けます 辞辞書辞書がいいなジーンズジーンズはいいですねたまにデニムっていう人もいますけどねジーンズでもいいジーパンって昔は言ってましたねなんでうちのお母さんとかはまだジーパンって言うかもしれないねジーパンっていうのはジーンズパンツかな,かなんか日本語英語にしたのかなでもジーパン、ね、でジーパンって言いますねジーパンだったりジーンズだったりデニムだったりね、えー、自転車自転車は自転車だなバイスコーとか言わないしバイク バイクっていうとちょっとスポーツバイクっぽいイメージですね。うん、ノートはノート。えー、帽子、帽子もそうですね。キャップだったりハ、ハットキャップだったり、ハット。日本語っぽく言うとね。えー、ハット、キャップ、ねで。これも形によって使い分けます。ね、どういうタイプの帽子かによって、えー、使い分けます。ね、なんで、キャップを探している。ね、キャップが欲しい。 ねえー、ヒップホップの、ね、こうラッパーがかぶってるようなキャップが欲しいとか、ね、ニューヨーク・ヤンキースのキャップが欲しい、ね、そういう時にニューヨーク・ヤンキースの帽子が欲しいとは言わないですね。帽子が <laughs> ニューヨーク・ヤンキースの帽子ってねなのでここのさ、ね、じ加減さじ、ね、加減というのはこのど,うどういう時にどういうのを使うか、ね、このニュアンスがねすごい難しいです。でこれは、ね、やっぱり日本人を たくさんね、えー、見て聞いてね観察するべきですね日本人が日本人ネイティブがどういう風に使っているかそしてまたジェネレーションによって少し差があるので世代によって少し差がありますなのであの若い人ばかりとね話してたりするとやっぱり若い人に使う日本語は覚えられても年の人 があの実際どういう日本語を使っているかこれが身につかないので幅広くですねおじいちゃんおばあちゃんからお父さんお母さん世代そして子どもたち、ね、若い人そして子ども全ての世代の使っている日本語を遍なく聞く聞ということが大事ですねやっぱり若い人はカタカナ英語とかねそういう、えー、欧米 がのまあ基本的には英語ですね英語,英語は元になった単語をたくさん使うだろうし年の人はやっぱり日本語を「便所」「便所どこですか」は「あでもお手洗いどこですか」みたいな感じですね「お手洗いどこですか」トイレのことお手洗い」というんで「お手洗いどこですか」でも若い人だと「トイレトイレありますか」ぐらいじゃないですか「お手洗い」。 お手洗いという若い人はちょっと育ちがいいですね <laughs> ね、ちょっと育ちがいいですよね普通の人言う普通の人お手洗いとか言います、ね、ちょっとお手洗いまあ言うか、うん、まあお店によりますね高級なお店に行くとでも僕だったらうん、僕だったらトイレかな <laughs> ちょっとトイレどこですかみたいなうん。 まあこれもねいろいろ差があるかもしれないですね人によってね僕は普通にトイレっていうけどねはいなので、えー、単語ですね他にもいろいろあ例えばそうですね例えば図書館ね図書館は図書館ですね、うん、ライらあの図書館をライブラリーとは言わないんで図書館ですね えー、銀行は銀行大学は大学、えー、郵便局も郵便局、ね、そして喫茶店これですよ喫茶店えー、喫茶店って言います確かに言うけど若い人はあとはね喫茶店のタイプによるんですけど昔ながらの日本風の日本風のっていうかまあわかるでしょうちょっとねちょっと古かったりね ちょっと、ね、汚かったりね、まあ、汚いっていうのはその古いという意味ですね古かったりすると喫茶店でそういう喫茶店は自分でね喫茶って書いてますそこに喫茶っていう風に感じてねでそういうのは喫茶店でも新しいタイプの例えば東京で言えば渋谷とかね原宿とかね表参道とか、まあ、そういう場所にあるようなあまあ、まあ、スターバックスもそうですし ススターバックスみたいな、ね、ちょっと洋風の洋風のタイプの、えーまあ、シンプルだったりしますけどそういう家具が家具というねそういうテーブルちょ,っとちょっとヨーロッパ風というかねあとは北欧風、ね、ちょっとこうスウェーデンっぽいね感じとか、まあ、そういう内装そういうインテリアの、ねえー、そういうカフェのことはやっぱカフェと言いますね喫茶店とはあんまり言わない、うん、カフェと言います。 なででこれも難しいですねじゃあどこからが喫茶店でどこからがカフェなのか、うん。でもほとんどの場合はカフェの方がもういいと思います。ね、喫茶店の方が少ないんでま,まあ、まあ、少ないというとあれだけど喫茶店多いけど、まああのそのねえー、皆さんがもし日本に行ってあんまりね喫茶店を。 選ぶとは思えななんんですね <laughs>、あのー、なんかやっぱ喫茶店って日本のおじさんとかおばさんとかね結構日本の年、ね、の人が日本人の年の人がよく行っているイメージであんまり外国人の人はねあんまり行かないような僕のイメージですけどでも喫茶店面白いですよ。なんかそのほのぼのとしてるとこも多いしねあの家族経営だったり、ね、あのお,父お父さんとお母さんというかねこうマスターと。 マスターと言いますねその喫茶店の主人、ね、店主、ね、こうオーナーのことをマスターとか言いますねマスターがこうコーヒーをねいっぱいいっぱい丁寧に入れてくれてる入れてくれるんですねでその奥さんがあのサンドイッチを作ってたりするんですねだからそういうあなんか落ち着くなっていうねそういう喫茶店の良さがもちろんありますうんではまあそうですね、まあ、喫茶店とカフェは微妙に違うと。 他にも、うんまあ洋服、洋服ですね洋服とかは本当に T シャツとかね、えー、ポロシャツとかもそのままですし日本語背広、背広ス,ス,スーツと背広。背、え、広、ー、というのはあー、まあ、スーツのことを背広ていう人も多いです。 えー、特に年の人ですね若い人はもうスーツって言うんじゃないですかだからこういう使い分けですよね、うん、じ,ゃじゃあ皆さんがあーどっちに合わせるべきか皆さんがじゃあ日本語学習者の方で自分,自分は年の人例えばその,皆その,その人がですね日本語を勉強してるあなたがですね、えー、60歳の場合60歳以上のね、えー 孫がいいるぐらいの年の人だったら背広の方がいいかなというとそうではなくそうじゃないですそうではなくやっぱりスーツでいいいと思いますやはり外国人の方が日本語を話す時にあの昔からある古い日本語の言葉まあ昔からって言っても大して昔じゃないですけど何十年も前からある日本語を使うよりは ちょっとやっぱ外来語ですね外来語外から入ってきた例えばスーツとかそういうのを使う方が自然に聞こえますねうんなのでそうですねそれただあの発音はねやっぱり日本語っぽくしてくださいじゃないとねカフェ、ね、カフェって言わないと、あのー、スターバックスねスターバックスって言わないとマクドナルド、ね、こういう風に日本語っぽく発音しないと 聞き取れないんで、日本人にはよくわからないんで、<え>トイレト、トイレトとかじゃなくて、トイレて言わないとわからないですから、なので、できるだけ、まあ、僕が主に、あのー、英語のまま、英語の、英語がもとの単語を使った方が自然なことが多いと思います、最近はね。ただ、あ発音だけは日本語っぽくするように頑張って心がけてください。 それではまた、皆さん、チャオチャオ。